エルデは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のバーレンドルフ軍に属す、中規模軍所属市である。人口は、約3万人である。エルデ市に隣接する、市町村は、北から時計回りに、以下の通りである。ベーレン、ヘルツェブロッククラールホルズ、レーダビーデンブルク、ランゲンベルク、バーデルスロー、ベックム、エニガーロー。本市を構成する。 宿は以下の通り、シュトロムベルク・シュトロムベルクは人口4555人でエルデのやや南東、旧連邦道 B61 号線沿いに位置する。シュトロムベルクは1777年にミュンスター司教の城塞として初めて文献に記録されている。1803年までは司教領主の統治下に置かれ、1975年までは独立した。 名義上の都市であった。家具産業、農業、果樹栽培が盛んである。レッテレッテは人口2236人でエルデの市域北部に位置する。レッテは1133年に初めて文献に記録されている。1971年の自治体新設によってエルデに編入されるまでアムトヘルツェブロックに属していたが、 レッテの住民の多数はエルデへの編入に賛成した。エルデから大勢が通うこの宿最大の雇用種である日用品メーカー、ミーレは、宿の入り口に位置している。集落の中心地に位置するセーフトス教会は、エルデの宗教的連帯の構成要素であり、エルデの聖ヨハネス教区の管轄下に置かれている。ジュニングハウゼン・ジュニングハウゼン地区には百六十五人が暮らしている。 紀元前5世紀頃から現在のジュニングハウゼン付近に定住地が設けられていた。890年にジュニングハウゼンはベルデナ・ウルバールに記述されている。ジュニングハウゼンにはエルデから南に向かうと到着する。集落の中心部では芋の製造業者のティゲス社が雇用主としての存在感を放っている。毎年社肉祭の日曜日にはエルデ地区で パレードが行われる。エルデ市は890年頃のベルデン修道院の土地台帳に有利シーンドライングをとして初めて記述されている。1457年に町は消失した。1498年にはエルデは再興されており750人の住民がいた。1605年に再び火災に襲われ18軒の家屋、倉庫、役場が破壊された。 1800年にも大火が起こり、建物の2、3が犠牲となった。エルデは1804年に都市圏を獲得した。1847年に鉄道民伝家ルン線が建設され、エルデは鉄道網で結ばれた。これにより、エルデ市は工業化にも成功した。1880年、エルデの風という市が国際的な雑誌に掲載された。 エルデのユダヤ教会は、17世紀半ばから1938年まで、存続していた。国家社会主義の時代、1938年当時の、市長はゲシタポアテの文書で、エルデは速やかに、非ユダヤ化され、最後のユダヤ人が逮捕されたと報告している。1939年、連邦アウトバーン A2 号線の建設に伴い、エルデに、インターチェンジが設けられ、 1950年代から1960年代にエルデを訪れる客は何倍にも増えた。連邦大統領テオドール・ホイスやハイン・リヒ・ジップケの招待に従って外交官たちはガイスター・ホルツ国有林で小動物の狩猟を行った。この催しはジプロマー・テンヤークトとして知られていた。エルデ氏は2001年に ノルトベストファーレン州ランデスガルテンシャウに220万人以上の来客を集め、過去最高の成功を収めた。メインテーマは、花の魔法と子供の夢であった。ガルテンシャウ会場には、当時の私立公園と一部が再自然化された地域が統合され、当てられた。会場は、ランデスガルテンシャウ終了後営利目的で経営され、四季の公園と名付けられた。 1970年1月1日にレッテ、ジュニングハウゼン、キルヒシュピール・エルデが合併した。さらに1975年1月1日に、シュトロムベルクがこれに加わった。それぞれ12月31日現在の数値である。第二次世界大戦後の市長を列記する。エルデの市議会は32議席で構成されている。青地に上に向かって開いた銀色の三日月。 その上に6つの時がある銀色の星。月と星は、教会の守護聖人である洗礼者聖ヨハネの次の言葉を象徴的に表現したものである。彼が存在感を増すならば、私は消えていかなければならない。この紋章は1910年3月16日に、当時のアムトエルデに対して認可されたものであり、その権利継承自治体としてエルデが現在、使用している。 東部自治体行政援助の一環として、エルデ市は、ザクセン州東部ゲルリッツ群のニースキーと非公式な、姉妹都市関係にある、四季の公園の遊具洗礼者聖ヨハネ教会、ノットベック館営業税の負荷率は2011年から412%に変更された。土地税 A 及び土地税 B の負荷率も2011年から、それぞれ216%及び400%に、 変更された。ポッツ醸造所この町の経済は、家具作業、木工業、機械製造業、ビール醸造及び350年以上続く、上流種製造によって支えられている。主な企業は、以下の通り、アウトバーン A2 号線沿い、エルデシトレーダビーデンブリュック市との市境付近に位置するマールブルクに、アウレア A2 経済センターという名称のもとに、 地域を断的産業地域が整備されている。ヘルツェブロッククラールホルツ、L で、レーダビーデンブリュックが約150ヘクタールの産業地域を開発している。このために、アウトバーンのヘルツェブロッククラールホルツインターチェンジが設けられ、2008年9月に完成し、開通した。メディアについては、ホルタードルフ出版が優位である。この出版社は、日刊誌、 ディーグロッケの他に、バーレンドルフに本社を置く、ローカルラジオ放送局ラジオワフに参画している。エルデ駅、エルデ駅は、ハムミンデン線の駅である。この駅には、レギオナルエクスプレス RE6、ベストファーレンイコールエクスプレスが1時間ごとに、レギオナルバーン RB69、エムスベルデ鉄道が30分ごとに利用可能である。両路線は、 DB レギオ NRW によって運営されていた。2008年12月にハムに本社を置くオイロバーンが RB69 の運営を引き継いだ。本市は2つのインターチェンジによって連邦アウトバーン A2 号線と結ばれている。アウトバーンの北側に位置する高台に L デアウトバーン管理事務所がある。アウトバーンと並行にシュトロムベルクチックを9連邦道 B61 号線が 走っている。エルデ自体では、エルデ北から始まる、バーレンドルフ街道が、市の中心部にまで至る。この道路は、コンラートアデナウアイコールアレイにつながり、その後、インデアガイスト通りとなり、アウトバーンのインターチェンジに直接つながっている。各宿にはよく整備された修道が通っており、指導や軍道が中密な道路網を形成している。ありがとうございます。